川義郎、高校2年。何も取り柄のない彼が突然エスパーに。僕は人の心を覗くことができる。何だらっとしとるだ。浅見さんが何を思っとるかだって知ることができる。鴨川くん、絶対私でオナニーするよな。最低だな、よしろ。僕は運命の人と出会うために生まれてきたんだね。テレパシー、テレキネシス、予知能力、瞬間移動、透視。みんなエスパーだよ。なんで私らが急に超能力に目覚めたの？いくつかの条件があり、性行為未経験者であること。もう一つは、街に光が差した数分の間、肉体が性的にエクスタシー状態だってこと。ついにこの街の世界の脅威となるエスパーが我々の前に現れたんだ。浅見さんを守る。私たちはこの世界を守るための最終戦争を始めるだに。教授危ない。この星の命運は全てあなたにかかっている。人の心の声が聞こえても何一ついいことなかったら。力ずくでいこまい。はっ、僕は世界を救うんだ。映画みんなエスパーだよ。仲良くしましょう。仲良くしましょう。